加藤はじめ氏の作品に魅せられ、その有利金彩技法の研鑽から生まれた独自の作風が評価を受け、人間国宝に認定された吉田実氏。その本作は、余白を巧みに取り、見せるというよりも引き込む金蘭であり、技法の真似はできても感性を真似することはできない。さすがに金彩の第一人者の作品と思わせる香炉です。